から6組の若手芸人が出てきまして、はい、皆さんの前でネタを披露いたします、はい、ただしそのネタの中には必ず FC 東京またはサッカーというテーマを入れなければいけません。それでは最後までお楽しみください。まずトップバッターはアッパレでございます。どうぞ。かまたつく、ちょっとあの子すごい嫌いなんで、クラス同じ子、あの子嫌いなんだよね。そんなこと言わない方がいいよ。いやだってどうしても好きになれないんだもん、あの子。いや悪口言う子ってやだな。なんでそういうこと言うの。だってあの子名前が緑なんだもん。緑大嫌い。いや緑が嫌いって FC 東京サポーターかい。抱きしめたのかい。抱きしめたのかい。かわいく。はい、何ですか。それ FC 東京サポーターの子だよ。そうでしょ。好きだよ。あとはね、うん、理想の高い女性好きでしょ。いやそんな高飛車な子好きじゃないの。好きじゃない。理想の高い女性好きですよね。やだやだ。鎌田つくん。うわ、何。鎌田つくんの好きな女性のタイプ教えて。え、俺はね、私はね、お前が言うんかい、うん、私は社長やってて、うわ理想高くてやだな。海外留学の経験あって、うわやだやだ、目が細くて、調布 FM のパーソナリティやってる上田朝日さんが好きなんだよ。上田朝日かい。おい、上田朝日が詳しいって東京 FC サポーターかい。抱きしめたのかい。抱きしめたのかい。ではコント応援。すいません、隊長遅れました。少し、ヨネちゃん CA 隊隊員規則第24条は、ライブは開始12時間前集合であります。開始ギリギリじゃない。すいません、ついつい前のライブ動画見てたら遅れてしまいまして。なんだと。 あれはいいよ。ですよね。許して新鮮よ。ありがたき幸せ。さて、今日は我らがアイドル FC 東京背番号7番ミッドフィルダー米本拓司、通称ヨネちゃんの応援団だ。やっぱりライブは生に限りますな。二度の復活も我らに見せてくれているまさに神的存在ですな。まさしく復活の FC 東京ヨネちゃんですな。最終入場してきたぞ。神セブンならぬ神イレブンの登場だ。やっぱりセンターの前田は落ち着くな。あ、ヨネちゃん萌え。あおよし行くぞ。ヨネ、ダルシム、ピンク、パンサー、ボール、ハンター、チャーチャー。ああ超絶戦士、ヨネちゃん。そういえば、マチコシあれやってきましたか。もちろんちゃんとストファイでダルシム使ってきましたよ。やっぱ壁際は必須ですな。FC 東京のダルシムは玉際に必須ですけどな。ですな。試合開始のホイッスル。いけ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 。あ、そうだ、頑張れ。隊長、ヨネちゃんと同い年であられるんですよね。いかにも。他にもエマ・ワットソンとかと同い年だぞ。あ、出た、ハリー・ポッターのハーマイオニー役の女の子出た。同い年に見えねえ。同い年がこんなに活躍してるのに、無職の隊長を見てると涙が。ハローワーク行った方がいいんじゃないですか。バカ野郎。え、俺はハローワークよりヨネちゃんのハードワークが見たいんだ。こいつは一本取られましたな。そういえばハリーポッターといえば主役のダニエル・ラドクリフ君って太田康介選手と同い年、同じ誕生日なんだよな。あ、そうなんですか。ゆうこさんにまだお祝いしてもらってんのかな。ゆうこさん、太田選手のお母さんだよ。あ、いけ、頑張れ。あ、少し試合中に何食べてるんですか。すいません隊長、でも味の素のエピソード動画でも言ってたじゃないですか、あの米本拓司の挑戦は食とともに続く。イートウェル、リブウェル、味の素だよな。確かにな。しょうがねえな、食べながら応援するか。いけ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 。シュートシュート。あー惜しい。マシコシ、今のマシコシどこ見てるんですか。あ、すいません、実は最近あの新メンバーのあっちゃんのことが気になってまして。新メンバーのあっちゃん、ブラダアブラモフか。教えんか。裏切りじゃないか。裏切りなんてよしてくださいよ。そんなこと言ったら隊長はどうなんですか。さっきもちょっと太田の情報ぶっ込んだり、前にお会いした時も太田の情報いっぱいぶっ込んできましたよね。もう僕聞きすぎて覚えちゃいましたよ。太田選手、すね毛ツルツルなんですよね。違う、ここまで来て言い逃れする気ですか。太田のすね毛はツルツルじゃない、トゥルトゥルだ。そっち第一、あっちゃんのどこがいいんだよ。推し変するんだったらな、この太田康介推しの俺を納得させてからしろ。もう太田推しになってるし。え、いや、あっちゃんは本当はブラダアブラモブなのに、登録名をブラダアブラモフにするという可愛いとこもあるんですよ。太田はな、高校時代朝練の時口の周りに歯磨き粉つけたり、お尻からトイレットペーパーを出したり、可愛いとこあったぞ。くそ、コアな情報が多い。さらに太田選手は熟女好き、小学生の時茶髪、高校の得意科目は現代文だ。俺がバイト先の店長の力か。くそ、負けた。さすが隊長っす。なんか言い争いみたいになっちゃったな、同じメンバー内なのに。 FC 東京のファンは FC 東京みんなが好きだから誰を応援してもいいんだよ。
隊長さあ気を取り直してもう一回追い行くか一応やっちゃいますかおー東京愛こっちはい皆さんおはようございますおはようございます今日からみんなの新しいお友達が入りました自己紹介できるかなはい、はい、浦松聖也ですえいちょっと先生ん何やってるんですかいやいやえいって言われたらねゴール裏に向かって一礼しないとサポーターから愛されないよ礼儀しっかりしようはいね分かりました浦松くんはどんな選手になりたいのかな僕は、うん、武藤選手みたいになりたいあー武藤選手ね、うん、ドリブルも速くて、うん、シュートも決めれて顔もかっこいい、うん、そうそうそういい選手だよ、うんうん、ただね先生アサリみたいになってほしいかな渋いなアサリみたいになってほしいのなんで趣味が締まるのよアサリは一筋で頑張ってるしあそうアサリみたいになってほしい分かったどっか行かないで悲しくなっちゃうからアサリ選手みたいになる、ねうん、じゃあ朝のお歌のお時間ですはいねみんなも元気よく歌ってくださいね何歌うのかな、はい、いきますよ、うん、1,2,3 はい俺俺俺俺俺俺俺東京立ち上がれ飛び跳ねろ先生今日は負けられない日だみんなも声叫べ俺の東京ボボ先生先生何やってるんですかちょっと今日負けられないのこの間負けたんだからアウェイで 1-0 で今日頑張んなきゃダメでしょ今7位よセカンド選手落ち着いてください先生ごめんなさいね今日ちょっと熱くなっちゃってたごめんごめんごめん、はいはい、手遊びしようかあ手遊び ね遊び、はい、はい、行きましょうね、うん、グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう何作ろう右手がパーでパーパー左手もパーでパーひらやまひらやまちょうちょって習ったんだけどひらやまだよえ、まあ、正確に言うならアネルカうん、F、横浜 FC さんの5人時の頃すごかったね俺思い出して覚えてんだよあれすごかったな分かんない分かんないひらやまだからちょうちょじゃないから分かんないよもうじゃあもうせいやくん外で遊んでらっしゃいはい、うん、あちょっと健太くんもうどうしたのせいやくんどうしたの、うん、僕の遊び道具取った健太くんガンマじゃないんだからカジノコンの返しなさいルーカス返したからいいとかそういうもんじゃないのいや取られた違うでしょ取られたのはシャベルとバケツだよあごめんまだ根に持ってんの先生コンのすごい好きだったからあんなさっくりいくと思わなかったからもうこの幼稚園でうまくいくかな大丈夫 You will never walk alone 1ヶ月後はい、皆さんおはようございます。おはようございます。出席当たります。浦松聖也くん、えいいいね、今日気合入ってるね。いいよ、聖也くん。じゃあ早速、お歌の時間です。はい、いきますよ。はい、1,2,3 はい。俺、青と赤、一生青と赤。俺、青と赤、東京いいね、やる気がすごいよ。ただね、あの阿部芳郎選手すごい好きです。すいませんでした、本当に。何言ってんの？すいませんでした。ね、大人の事情があるから大丈夫、関係ない関係ない。大人の事情があるからね、大丈夫。じゃあ手遊びしよっか。あ、手遊び、手遊びね、いくよ、うん、グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう何作ろう、右手がパーで、はい、左手もパーで。そうだね、やざわやざわ。いいね、せいやくん、いいよ、染まってきてるよ、おまかに。僕大きくなったらこれやりたいの。あ、ゴール裏を受けるだけだからそんなかっこよくはないよ。そうなの。うん、ただあれ面白でやってるだけだからかっこよくはないから、でも好きなのに。外で遊んでらっしゃい。うん、わかった、うん、あ、ちょっと健太くん仲良くしてよ。あれ、またいじめられてんの。もう仲良くしてよ、ポポビッチとアーリアみたいに仲良くしてよ。まあでもあれは仲良すぎか。さすがにスペインにまで一緒に行くことないよね。まあまあちょこっちでやめなさい、聖夜くん、聖夜くんやめなさい。そういうのどこで教わったの。聖夜くん、これで FC 東京幼稚園馴染めたんじゃない。うん、僕立派な FC 東京の選手になる。いいね、その意気だ。じゃあ最後の帰りのご挨拶行こうか。はい、行くよ。おーしゃしゃしゃ、おーしゃしゃしゃ、おーしゃしゃしゃ。ありがとうございました。
いや悪いね、わざわざ俺ら止めてもらっちゃって。ああ全然いいよ、うん、アジスタもうちが一番近いしね。まあね、ただ申し訳ないんだけど、うん、うち普通の枕が2つしかなくてさ。あそうなんだ、あじゃあ俺枕なしでもいいよ。うん、てか普通の枕ってことはそれ以外ならあるってこと？うん、一応俺の全身がプリントされてる抱き枕だったらあるんだけど。太田康介かよ。え？でも最近桜田金回りめっちゃ良くなってるよね。あ確かに。なんかあったの？前のバイト辞めて新しくバイト始めたの。もう前のバイト辞めたの？だって半年も経ってなくない？5ヶ月くらい。5ヶ月って各比重かよ。もっと続けろ、もっと頼むから。いやでも新しくやるところは多分長続きそうだから。本当に？確かめっちゃ暇な飲食店なんだよね。まあ、うちの周りの店はいつも満席なんだけど、うちの店だけガラガラなんだ。ラスト最後みたいな店だな。それ本当に長続きすんの？いや大丈夫だって、お店の人たちもみんないい人で。ああそう、初日からあだ名つけてもらったんだ。あだ名？なんて？アブラモフ。アブラモフ？あ、新加入だからってこと？ああ違う違う、俺空手やってたからアブラモフ。理由マニアックすぎない？いやすごい店だな。ロマン峠のショートコント戦場。はあ、この戦争が終わったら大好きな読者モデルの彼女と結婚するんだ、頑張るぞ。バラララララララ敵中か。バララ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 ラ、バゲン。うわ撃たれた。大丈夫かゴンダ。いや撃たれてしまった。お前怪我をしてんのに無茶しやがって。ボールは止めれても銃弾は止めれなかったよね。当たり前だろお前。いやもうでもな大丈夫だ、こういう傷にはな、うん、お酒で消毒するっていうのが決まってる。あ頼んだ。うん、おおらららいや酒弱いんかい。ね、酒が弱かったっていう。ロマントゲのショートコントFC 東京留守電。ピッポッパプルルルルプルルルルガチャ。もしもし、あのさ井上、こちら留守にしております。あ留守電か。おーの後にシャーシャーシャーとおっしゃってください。なんだこの留守電、おかしいぞ。おーシャーシャーシャー、ありがとうございました。ブー、いやメッセージは、ブーね、僕は大好きな FC 東京にスカウトされて立派なサッカー選手になるんだ。しこしゃれれない練習だ。君はあの清原と全く同じ筋肉をしてるね。すいませんそんなこと言われても僕野球やったことないんですよ。ちょっとフォームを見せてもらっていいか。打ってみてくれ。読売ジャイアンツにようこそ。あのすいません今のどこが良かったか全然わかんないんですけど。驚きだ、君はその若さで謙遜もできるというのか、桑田真澄のメンタリティをも兼ね備えてるというのか。すいませんすいません、あの僕さっきから言うように野球やったことないですし、それに FC 東京に入るっていう夢があるんで、うん、すいません無理です。分かった、3億円出そう。え君ならいける、3億円出そう。そういうことならじゃあ、はい引っかかったらお前、痛い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 、引っかかったらバカかお前。痛い、何やってんだお前、サッカーやりてってたのに金積んだら野球でも何でもやんのかお前は。さあというわけで11月22日の決勝大会も皆様またお越しくださいませ。本日はどうもありがとうございました。頑張りましょう。